ワールドカップで最高の活躍を見せた韓国代表キムヨンゴンの株価が急騰している。トルコのメディアは3日、ベシクタシュジェクのシェノル・ギュネシュ監督がキムヨンゴンを中止している。ギュネシュ監督はトップレベルの左足の DF を望んでいると報道した。同メディアによるとベシクタシュジェクは守備陣の変化を準備しているという。 すでに主力センターバックだったマテイ・ミトロビッチがチームを離れ、クロアチア代表のドマゴイビダも花点を考慮している。f c ソウルの監督を務めたことがあるギュネシュ監督が足が左利きの DF としてキム・ヨンゴンを目に留めているという。なお、フランスのメディアによるとイグエイチのスタッド・レンヌも関心を示している。 スタッドレンヌはワールドカップ前からキムヨンゴンに関心を示していたことが分かった。